い、皆さんこんばんは。今日は7月の22日日曜日、モギーチャンネル、私主催の日本の頃参議院比例第4支部支部長のポッキーテレコンでございます。まあ、南の島沖縄、今日は32度近くまで気温が上がったと言われておりますが、最近、本州四国九州よりまず涼しいのは北海道、次に沖縄だと言われているようでございまして、そうです、沖縄っていうのは不思議なくらい気温が上がらないんですよね。まあ、なぜ上がらないかというと、海のど真ん中にあるということもあります。それから、風があるんで体感温度をそんなに感じないっていうことかな、なんてね、私思っているんですけど、あと、まあ、本土であれば盆地などではどんどん暑い空気が滞留して、もう信じられない40度近くなんていう気温になるっていうこともありますよね。で、またフェーン現象でした。はい、そういったので、気温が高くなるっていうのもありますし、いや沖縄より本州の方が暑いなんて、まあ、私たち沖縄の人間からすると考えられない。沖縄では32度あっても風が風速5メーターから6メーターぐらい吹いてます。袖口から風がスーッと入ってくるんですよね。ですから木陰に入りますと、強烈な日差しが遮られ、涼しい風が、袖から入ってくるっていうことで、そんなに暑くない、まあ、そんなカラッとした南の島から今日もお届けします。まあ、皆さんのところはもう40度近くなってると思いますけど、熱中症とかなったら本当大変ですので、まあ、くれぐれも、体調管理、水分の補給、そして塩分の補給は、きちんとやっていただきたいなと思っております。さて、今夜の南の島沖縄からのボギーチャンネル、まあ、この沖縄のちょっと昔話を今日はね、織り交えながら、先日糸満市で起きた強盗未遂事件の犯人が捕まったっていうことと、まあ、沖縄のいわゆる教育と教職員についてですね、いろいろ話をしていきたいと思います。さて、今日もあっという間に100名余りの方々がお見えになっております。いつもありがとうございます。ご紹介します。まずラプタンさん、こんばんはんこ、はい、それから、村上さんもお見えですね。ニラちゃん、ありがとうございます。タイガージェットシンさん、カータンさん、マッキーさん、はい、もうニラタバとニラちゃん、どうもありがとうございます。宮城さんのところは36度、いや、うち南中に36度はきついですよね。ムチャモフさんもこんばんはんこ。それから中佐、本日22時から、拉致被害者全員奪還決がありますということで、はい、これぜひ、藤井さんが今日の、ゲストなわけですね。はい、花麦さん、暑くて風がないとしんどいということで、白上さん、名古屋は死にそうなんです。この風がないっていうのはきついですよね。風がないっていうのは、沖縄で風がないっていうことはまずないので、必ず風吹いてますんで、今日も6メーターから7メーターぐらいの風吹いてるんじゃないですか。はい、それからカータンさんから連発のニラ茶、それから玉金熱中症玉金熱中症ですか。まあ、沖縄には有名な活動家の玉金さんというのがいますけどね、それ関係あるんですかね。はい、小杉さんところ新宿 34.4 度、いや、ありえんですね。アスファルトのジャングルの中で34度、風もないんですよね。たまに風が来たと思ったらタクシーの排気ガスだったりしてはい、カーズさん、あと2ヶ月ほどで沖縄独立祭りセカンドシーズンですね。まあ、いわゆるウォーカーがいっぱい出てくると思います。皆さんのコメント見てると本当に暑い暑いっていう言葉がずっと続いてます。秀次郎さんからカータンさん、それから宮城さん、榎本さん、小春さんからニラ茶、特納タイプ、英吉さんからニラタバーでございます。ふみふみさんもお見えですね。キャラウさん、猫さんも、キモリンさんもお見えになっております。今日もありがとうございます。マッキーさんもこんばんは。漬山さん、コンペイトーということで、そうですね、コンペイトーでございます。さて、今夜もいろんな話題、まず漬ちゃんが今コンペイトーっていう話をしたんで、ちょっとね、コンペイトーの話をしてみましょうかね。
はい、コンペイトーの話、いろいろあるんですよ。今日の話題っていうのも本当にゲップが出るぐらい話題がたくさんありまして、まあ毎日よくもよくもまあこんなのばっかり続いてるなって思うんですけど、はい、コンペイトーの話題です。これはですね、何の写真かと言いますと、もう8月に迫りました、豊見城市長選挙で、まあ、共産党が主導するオール沖縄ですね。なぜ共産党主導かと言いますと、赤嶺政権小池晃ということで、尾長武史、城間美紀子那覇市長、もうオールスター勢揃いでございます。いやこれを見るとオール沖縄っていうのは共産党が牛耳ってるっていうのがよくわかると思います。はい、このね4名、まあ、沖縄を本当にダメにした人たちかななんて私思ったりするんですけど、一部の話では今豊見城市長選挙は現職の市長と、はい、新人の方2人が保守系から立候補してますよね。まあ、立候補予定ですか。で一部のねこれ情報筋からの話では、この共産党や革新政党が現職に相乗りをするかも知れないっていう話が来ていたんです。なぜかと言いますと、この現職から、いわゆる自民党系保守系の市議団全部離れてしまったんですよね。ですから、中ブラリンどこからの支援も受けない中で孤高の戦いをしている、まあ、現職、はい、の方に、いわゆるオール沖縄が相乗りするんじゃないかっていう恐れがありました。ところがこの集会を見る限り、まあ、オール沖縄は相乗りを考えずに独自の候補を立てます。瀬永さんという独自の候補を立てることになりました。それはそれで全然構いません。ところが問題は保守の側でありまして、現職の市長と、元市議の新人2人がどっちも立候補すると言って譲らないんですよ。はい、どっちも自民党系です。また沖縄のよく見られる分裂選挙、もうねあと1ヶ月しかない中で本当にこれ大丈夫かというふうにね私思いますよ。石川さんこんばんは、んこでございます。はい、いやこれねいい加減に一本化しないと共産党にトンビに油揚げですよ。このような相手はもうね保守が分裂してるのをねせせら笑いながら足固めに入ってます。ところが保守側は未だに一本化の目処も立てずね、俺が出るということでまだやっております。どっちも引く気配はありません。どっちも自民党です。もうね私も見てて本当にうんざりしてます。こういったのまとめきれる人はいないんかななんてね実際思ってますよ。やっぱりドンがいない集団指導体制っていうのは物事をやっぱり決められない、決めたとしても責任の所在がないから強制力がない。そうマッキーさん何してるのって、ラプテンさん沖縄の保守グランドビジョンが見えてるのか。沖縄の保守の、ね、皆さんは非常に聡明です。かなり先まで見てます。問題はその候補を決める人たちが、ね、今石川さん書いてますけど大局観がないということでありまして、いやもう本当に花麦さんその通り、個人の利益に保守全体の利益っていうことをねやっぱり考えていただきたい。ぜひこれを沖縄県知事選挙、那覇市長選挙の前哨戦になります。これねこのままだと本当に分裂選挙したら共産党に持ってかれますよ。いや真面目にね関係者の方々一本化に努力していただきたいと思います。それと沖縄県知事選挙の保守側のいわゆる 立候補予定者、はい、県連はこの佐喜眞さんという今の宜野湾市長、現宜野湾市長に白羽の矢を立てて、ぜひお願いしますということで、公の場で、はい、要請書を手渡しました。それからもう10日以上経ってます。10日以上経ってて返答がまだありません。
まあ、これがどういったことをね示しているのか、まあ、皆さんだったらもう十分わかると思いますけど、やはり、講演会やね、あの支援組織との調整不足が今になってやっぱり露呈してるんじゃないかと思います。特に、講演会とかね、あの選対本部やってた方々からすると、ようやくね左翼から姿勢を取り戻したのに、なんで頭ごなしに持っていくんだっていう反感の方が多分強いんだと思います。29年間革新姿勢だったところをね、やっとのこさ取り戻した、それをまたあいつらに渡すのかっていうことで内部で揉めてるんじゃないですかね。まあでも彼が受ければ受けたでもう全力でやるしかありません。はい、もうすべての選挙もうできる限りのことはやって応援はしていきますが、万が一ね、私たちの望まない結果が出た時にはやはり責任を取るべき人は責任を取っていただいた方がいいんじゃないかと思います。さて、糸満市で今からそうですね10日ぐらい前に強盗未遂事件、1週間ぐらい前ですか、強盗未遂事件があったんですよ。その犯人が捕まりました。これでございます。トン、はい、糸満市で起きた強盗未遂事件、かなり大きな事件になりました。大手ショッピングモールの裏手の方で起きたこの未遂事件、若い男だっていうことが、報道で流れていたんですけど、捕まってみればなんと中学生。まあ沖縄ではもう本当にこのね、未成年、特に小中学生の飛行っていうのがやっぱり目につきます。いや、これも本当に呆れて物がいいね。例えば同じ糸満市の、成人の日の糸満市役所の前、これでございます。はい、先輩方の成人を祝うために後輩の、まあ、中学生の方々が市役所の前でこんなことをやっております。後ろは糸満市役所、糸満市の中心でこんなことが堂々と行われております。一体ね、学校で何を習ってるのか、先生方はこういうのを見て何とも思わないのかっていうことですよ。はい、こうしてね、免許持ってないから、もう呆れて物がいない。はっきり言いますけど、沖縄の子供たちっていうのは結構問題行動多いです。例えばこれ、今回ね、沖縄県が、この飲酒をね、飲酒による健康障害をね減らそうっていうことでキャンペーンを打ち始めました。その中で上から2番目、未成年の飲酒をなくすということで、未成年の飲酒をなくす、いやもう本当にね、あまりにもおおらかな社会ですから、場所によっては未成年に平気で酒飲ますとこもあります。未成年が酒盛りをして捕まるっていうのもよくあります。はい、音声おかしいですか。はい、いやもう本当にね、まあ沖縄のこの未成年、特に中学生、はっきり言いますよ、学校の先生方はね、基地の前に行ってね、赤旗立てて会うしてるね、暇があったらこういった子どもたちともっとね向き合ってくれないですかね。沖教祖のホームページ見ると子どもたちのためになんて書いてますけど、基地の前に行ってね違法行為を繰り返す行為がどこが子どもたちのためにですかね。帽子かぶってサングラスやってマスクして身元もわからないようにしてですよ、それで子どもたちのため、学校の先生たちがそんなことしてるから子どもたちもあんなことやるんですよね。結局はもうこういった素行の悪い子どもたちっていうのは学校では虐待も扱いされてですよ、先生も見て見ぬふり、ね、そうじゃなくて組合活動をしてる暇があったらこういった子どもたちに寄り添ってね、徹底的にね汗かいたり、ね、時にはね一発ビンタ張ったりして向き合いなさいよということは言いたい。いや
もうね、もう本当にこの沖縄の反基地運動で教職員組合の旗が見えるたんびに私はこの様子を思い出してね、もう涙が出そうになります。まあ一概に先生が悪いとは言えない、家庭の問題もありますけど、それも含めてね、教師ができることっていうのはいっぱいあると思いますんで、ぜひ、教職員の皆さん頑張っていただきたいと思います。さて今日は、ちょっとね違った内容でお送りします。昔沖縄ということでありまして、昔沖縄、はい、1950年代後半の南の島、いやどうですか皆さん、はい、まあ、これはアメリカ人が撮った写真ですからカラーなんですけど、本当に鮮明でございます。真ん中にいる子供が猫みたいですけど、まあ当時のヒンガーワラバーですね。いやどうですか皆さん、瓦屋のね家が結構残っておりました。当然当時学校もこういう感じ、これ1950年代、前半だと思われます。はい、こうして学校のね建設、わらぶきの学校建設にもアメリカ人、当時のアメリカ民政府の方々が積極的に関わり、まあ教育それから医療にすごい尽力してくれた、そうアメリカ流なんですよね。はい、当時のアメリカ流で、こうして一生懸命わらぶきの家を作る時の資金なども、まあ、アメリカが提供してね、子どもたちのためにっていうことで一生懸命やってくれた時代があります。まあ、このわらぶきの家教室がこれからまた10年ぐらい経つとこうなります。これはコンセットですね、いわゆるかまぼこ兵舎と言いまして、これ米軍の本来は兵士がこの中でね休む兵舎なんですけど、それを再利用ということで子どもたちの教室として、利用し始めたんですよね。いやどうですか皆さん、これもちろん今と違ってエアコンなんかついてないです。ただ電気はついてます、上に電線がくくられてますよね。はい、基本的にこれ全部鉄板でできております。はい、土台だけが確かコンクリートで、上はもう全部鉄板、はい、鉄板と木でできています。いやーこれ暑いと思います、だって屋根はトタン板1枚ですからね。はい、当時扇風機もなかったと思いますよ。はい、そして子どもたちはねこういった学校でもこうして窓をいっぱいに開けて大喜びですよ。だってわらぶきの屋根、わらぶきの教室に比べたらずっと素晴らしい教室ですから、ね、こうしてね沖縄の子どもたちはまあすくすく、まあ、育っていきました。はい、でもトタンですよ、これトタン屋根、雨が降るとバランバランバランと音がするトタン、窓も破けてますよねそれでも良かったんです、子どもたちにとってはエアコンなんかないですから窓は全開です。ついたてを立てて閉まらないようにして、その中で一生懸命勉強してた、これが南の島沖縄の学校で、1960年代前半になりますと、町の方もどんどん豊かになっていきます。はい、これが沖縄の当時の町中の写真でございまして、まあ、至る所に結構この質屋さんがありました。まあ、戦地に向かうアメリカ人がね、持ってたものを質に入れてお金に変えて、まあ、酒を飲むと、そういったことも多かったみたいで、質屋さんは大繁盛。はい、もちろん、右側通行でございますよ皆さん。はい、これ渋いですよね、シボレーですかね、この車はなんかキューバみたいな雰囲気ですよね。これを見て私が非常に注目したのは、左下の子供たち、ドラム缶に紐をつけてですね、一生懸命小さな子が運ぼうとしてますよね。はい、まあ昔の子供わらびんちゃんあたはこんな感じでね、一生懸命大人のね手伝いをしていたんです。この中に入っている水だと思いますけどね、小さいながらに一生懸命親の手伝いをする、そういった子どもたちがいっぱいいた。なんか沖縄というよりはキューバみたい、そうキューバなんですよね。
キューバみたいな雰囲気でございます。そして60年代の沖縄の消防車、今の沖縄市は当時コザ市と呼ばれてました。コザ市、コザ、カタカナのコザ、これ戦後復帰後まで残ってましたけど、どうですか皆さん、この消防車もうあんまりにもかっこいいんですけど、あのジープまでありますよ。ジープ、米軍のあのジープですよ。これが赤く塗られてるんですよ。でこのね、なんか知らないけど6輪の消防車フルオープンですよこれ。いやーもう本当にこれかっこいいとしか言いようがない。はい、今あったら本当に街中で乗り回してみたいなと思うぐらいイケてると思います。まあこういった消防車が沖縄にはたくさんありました。はい、であと今もね、あの米軍の消防署が残ってますけど、そこで使ってる消防車は日本の消防車の 1.3 倍ぐらいある大きなアメリカ製の消防車なんですよね。まあ、当時カルガモさん大体アメリカの援助でこういったのは来てると思われます。で当時の街中ではこういう風にね、子どもたちはテレビゲームなんかないですから、もうとにかく楽しく、ね、自分たちで遊び道具を見つけて遊んでいた。そこにこうしたアメリカ人のね、お母さんなんか、婦人会、婦人クラブの方々が来て、子供たちと、まあね、ちょっと英会話やってみたり、あと子供たちにお菓子を持ってきて配ったりとか、一生懸命やってたんです。本当に当時のアメリカ人っていうのは、こういった慈愛があふれるご婦人方が多くて、私もね、何度もお菓子をもらったりして、その優しさというのに触れてきた年代ですね。いやでも皆さん、昭和、昭和と思わないですか。昭和、思いっきり昭和だと思います。そして、1966年7年頃の写真、はい、タクシー、もちろん外車でございます。外車、ね、タクシーを持つと1年で家が建つと言われる花形商売、免許を持ってる人も少ない中、タクシーを持ってるだけで女の子にモテた時代であります。そして街中ではこういうふうに普通に馬車が走っていました。で当時の沖縄の中でこういう奥にある瓦屋を作ってる人たちは結構お金を持ってる人でございまして、鉄筋コンクリートというと、もっともっとお金持ちが作っていますね。まあ、当時の沖縄、思いっきりレトロな昭和の雰囲気、街中ではこういう感じ。いやどうですか皆さん、こういうふうに普通に馬車が走ってました。自分が小さい頃ね、確か、まあ、記憶では、4歳ぐらいの時の記憶があります。当たり前に馬車が走ってました。でよく乗っけてくれたんですよね、このおじちゃんたちがね。そして奥にあるのはジープ、実は私の親父もこれ持ってたみたいで、このジープのシートに私が立ってる写真が残っています。いや本当に今あったらすごい値打ちもんだったんだろうななんて思うんですけど、まあ、このような感じで沖縄の街中もどん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 、まあ、年を追うごとに、まあ、賑やかになっていったんですよね。はい、そしてこれ国道58号線沿い、今ではこういった光景はもう全部見えなくなってますけど、もうどう見てもこれはアメリカですよね。はい、アメリカですよ。はい、トニーモータースって書いてますね、多分自動車会社と思いますけど、このようなお店が国道58号線、特に浦添市周辺には非常に多かったと言われております。で当然なんか60年代になりますと、非常に好景気、ベトナム戦争のね、いわゆるベトナム景気で沖縄が非常に潤ってる時代、どん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 やっぱりお金が沖縄に落ちたんです。まあそういった中でこの三輪車、これなんていうんですか、ミゼットですか、かっこいいですよね、今見ると本当にかっこいい。はい、そして東郷歯科院、それも瓦屋根ですよ。どこにもエアコンの室外機なんか見えないとこ見ると、どこもエアコンついていなかったじゃないかななんてね思ったりします。そして当時の沖縄の給油所、沖縄ではつい最近まで給油所のことをカルテックスと呼んでおりました。実は復帰前、沖縄の給油所はみんなカルテックス
だったんですよね。カルテックス、あの丸に赤い星のマークのカルテックス、こういったのがいろんなところにありまして、実に近代的な給油所が、まあ、沖縄の至るところにありました。まさにアメリカ油ですね。はい、カルテックス。だからうちのあの昔のおじいおばあたちは給油所のことをカルテックスと言います。そして右手に見える猫バスのようなバス、ボンネットバスですよ。もう涙ちょちょ切れそうですね。フロントガラスは開いてるのか割れてるのか、エアコンないはずですか、もしかすると開けて風を入れてるかもしれないですね。あ、小杉さんどうもありがとうございます。オート三輪ですか。いやもう本当に年代がどん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 分かってしまいますね。で、当然ながら60年代後半から街中もすごい賑やかになっていきます。まあ、このような感じ、奥に見えるのはタクシーのコロナですね。バスも日本車になってます。どん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 あの日本車も、沖縄に入ってくるようになりました。手前に見えるのはこれは三菱のミニカ、はい、三菱のミニカだと思います。当時のミニカ、はい、これ私一度下取り車でお客さんからもらったんですけど、これあげるよって言われて、あの工場に置いてたら私の弟が兄貴ちょっと改造していいかって言うから、いいよって言ったら、翌日行ったら屋根がなくなってましたね。屋根がなくなってました。はい、バクモトシさんどうもニラタバありがとうございます。いやどうですか皆さん、昔の沖縄っていうのは。はい、これも沖縄の街中の写真でございます。もちろん、はい、復帰前、右側通行、右手に見えるこれ松田の三輪車ですよね、多分松田。いやこれは何ですか、前は青いのはジープなんですけど、この奥にあるやつはもうこのボンネットが膨らんでるとか何とも言えないですね。はい、いやかっこいいとしか言いようがありません。あのその当時の沖縄っていうのは多分本土よりずっとこういったインフラ整備っていうのは進んでたと思います。すごいやっぱり豊かだった沖縄はね。はい、そしてこれはあの沖縄市の通りだと思われます。どうですかこの道の広さ。いやもうこうなるともうね、大都会と全然変わらないような風景が当時沖縄に出現していたんですよね。はい、もうなんか見るとかっこいい車ばっかりで羨ましくなります。全然混んでいません。信号もないですね。中央分離帯もないから、いや膨らみから妄想ということで、目玉役さんイレギュラーバウンドありがとうございます。いやでもどうですかこの沖縄の昔の様子っていうのは。そしてね、アメリカ人っていうのはもう当時は沖縄で絶対的な権力を誇っていました。まあでもね、威張り散らすだけじゃなくて地元にね、普通にも隣人として入り込んでたんですよね。ですからこうして街中であの子供たちとか地元の人たちと一緒になって片言の日本語、片言の英語でね、あの会話とかやっていました。はい。ですから映ってる方いますけど、これは陸軍ですかね、この制服はね。はい。どうですか皆さん。昭和じゃないですか。はい、昭和ですよ。そしてね、当時の沖縄、まあ、アメリカ人が主導してね、ボーイスカウトがすごい流行っていました。これボーイスカウトのお祭りの時の行進の写真なんですけど、はい、これ1960年後半から70年代前半だと思われます。はい、ボーイスカウトの行進。そして私が驚いたのはなんとこれです。これね、中学生なんですよ。中学生の鼓笛隊とボーイスカウトが日の丸持って行進してるんですよ、ね、今の教職員なんかこんなことをさせるはずがない。どうですか皆さん、これを見て沖縄はこれでもね、日本じゃないって言えますか。復帰前こうしてね、学校でも普通にこうして日の丸上げてたんですよ。今で絶対見られないですよ。
これはね、やっぱり復帰後からです。おかしくなったのは復帰前、このように学校でね、当たり前のように日の丸上げてたね、ボーイスカウトも日の丸上げて行進してたんです、ね、これが普通だった。そしてこれ1940年代後半、50年代初め頃の波の上、皆さん波の上行ったことありますよね。はい、戦争でこのように破壊をされた鳥居がそのまま残っていました。まあ今は非常にきれいに整備されてますけど、当時の波の上部こんな感じですよ。そう、榎本さん、そうなん、それは知りたかった。復帰してから左翼が入り込んできたんです、教育っていう名目でね。だからそこのところはやっぱり入り込んできたんだったら追い出すこともできるんじゃないかっていうふうにね、私思っていますよ。はい、しかしどうですか皆さん、この1960年代の沖縄、もう映画のセットみたいで涙ちょちょ切れそうじゃないですか、ね、バームーンライト、表はすごい派手な看板ですけど、後ろは瓦屋の木造っていうのが何とも言えない、ね、半分は鉄筋コンクリートで半分は木造っていう何とも安寧なこの建物、こういった建物は今でもね残ってます。ぜひ辺野古に行って、辺野古の旧市街ちょっとね行ってみると、こういったものが見つかると思いますんで、左翼見学だけじゃなくてこういったものをちょっと探して、古き良き時代の、まあ、沖縄っていうのをね楽しんでみるのもいいかななんて思っております。まあ、沖縄は決して沖縄左翼ばっかりではございませんので、こういったね非常に昭和レトロな雰囲気を残す建物や場所がまだいくらでもあります。そこを探してやはり記録として写真動画で残していくっていうことも私はいいのではと思っております。ということで今日はもう日曜日ということで、これから拉致被害者全員奪還キャスの方がございます。ぜひ多くの方々がそのキャス、拉致被害者全員奪還キャスの方もご来場いただくよう心よりお願い申し上げます。それと放送、まあ、こういったキャスにしてもラジオ放送にしても、やはり不適切な言葉っていうのはやっぱ NG だと思います。気楽に言った言葉が相手を傷つけてしまうっていうこともやっぱりあると思うんですよね。ですから私は常々やはりこの言葉っていうのは十分気をつけてるつもりではございますが、何か不適切なこととか言ってましたら、ぜひまた遠慮なくバンバン教えていただければ、改善の方にね活用していきたいと思ってますんで、今後とも、このネットアシスタント皆さん、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。ということで、今夜メインは古き良き、1950年代60年代の沖縄っていうことでお送りをしました。まあ、沖縄旅行の際にはこういった、レトロな場所をちょっと探してみてください。ということで、今夜の放送これにて終了いたします。22時からはシェリーさんの拉致被害者全員奪還キャス、この方も合わせてよろしくお願い申し上げます。今夜も皆さんありがとうございました。